はい、野崎です。ついね、この間、はい、久しぶりですね、養成講座の、実技のセミナーの方にね、僕参加させてもらったんですよ。今までですね、結構 Zoom のね、講義の方をね、よく参加させてもらうことが多くて、画面越しでね、こう皆さんにお話しさせてもらったり、喋らせてもらう機会ももらえていたんですけど、実技はかなり久しぶりでしてね、はい、すごい楽しかった。はい、なんかこう空気感が違いますよね。 Zoom ですとね、こうそれでも楽しいし、その特徴がね、あって、かなり大人数の方とね、こういっぺんにつながることができて、それはそれで嬉しいな、なんか楽しいなっていうふうに思ってたんですけども、実技の場合はね、人数がこうやっぱりこういうご時世ですからね、少なめっていうのもあるんですけれども、ただその分ね、密にね絡むことができるっていうね、これがすっごい良かったなというふうに思いました。久しぶりに実感しましたね。これ見ていただいてるあなたもでも、こう養成講座のね、こう参加されていて、こう実技の方はね、ちょっといろいろね、職場の事情もあってなかなかこう受けれないみたいな人もいるかもしれませんけれどもね、せっかくなんでね、ちょっと今回その参加させてもらったセミナーの様子一部ね、ちょっとね、動画で撮らせてもらったんで、あなた自身のね、こうなんか一つなんかこう勇気になるというか、希望にね、なってくれたら嬉しいかなと。こんな感じでね、いろんなね、こう仲間とね、一緒に勉強をね、していけているっていうのはね、やっぱりこう参加された方皆さんね、そこに関してはね、すごく本当に良かったというふうに言ってくれてたので、ちょっと一部公開することでね、あなたのこう一緒に頑張ってる感っていうのをね、共有できたらなというふうに思ってるんで、今日はそんな動画にしようと思います。ここから先はじゃあ見てください。どうぞ。お、いかがでしょう。気持ちいいですごめんなさい、今言わしてる感が満載でした肩甲骨はでも硬い人多いですからね。でもなんかだいぶ最初よりか動きやすくなってる。ちょっと回してみてください。どんな感じかな。しっかりやって、右側やってくれてましたもんね。もう感覚的に緩くなってるならいいですね。いい感じですね。やってくれました、ありがとうございますよっしゃ。肩どんな感じですか。気持ちいいです。気持ちいい眠くなりました。血流が上がっとる。体動きやすい。よし素晴らしい。よっしゃ。やっぱり職人みたいですねやりにくいとかないですか。これどっち回しでもいいですか。どっち回しでもいいです。右回しでも左でも任せます、大丈夫ですよ。ただ大きく、円を描くように、そうそうそう、それができればバッチリ。いかがですか。なぜサイレントなんでしょうねお、楽になってきた。首は結構凝る人いますからね。いやー、いいですね、いいですね。はい、じゃあ今日のセミナーおしまいです。皆さんお疲れ様でした。ありがとうございました。よし。